どうも影です今日は自分を自分で決めたことをやるっていうことについてお話したいと思います。えー、っとですね、あのー、自分で決めたことをねやることによってね人生っていうのはこう変わっていくこういろいろこう好転していくように感じます。だから、えー、も,もちろんねそのもちろんというかその他人のね 決められたここととをうううやる必要はないいんですねそそそののの他人のその常識とかそういうものを守っていいく必要はないですねもちろんその社会的にね法律とかそういうものは、えー、守らないといけないんですけどもそれは他人が決めたことかもしれないですけどそれはね日本に住んでたら日本の法律を守るっていうのはこうしっかり守っていくことによってね日本に住むことができるんで、ね、ですねそれは守らないといけないんですけどもその なんか他人の常識であったり他人のそのルールっていうことをに従う必要はないんですね他人に合わせる必要はないそれよりもですね自分の決めたことをやるんですねあのー、自分でこう決めたことをいちいち自分で決めていくんですすべてのことそれを意識してこれをどうするかっていうのを決めていくっていうことをすることによってですねいろいろと変わってくると思うんですねで僕 僕は、えー、今から8年前ぐらいに、ね、独立したんですけどもそのことによってやっぱ人生は変わってきてますすごくいろんなことが変わりました人生がねで僕はダイエットをこうする、えー、ダイエットをこうすることを決めてそれをしっかりやったことによってね人生がこう変わってきてます。 で僕はそのこう自分の中で腑に落ちた、えー、こう納得したというか自分でこう揺るぎないというかですねこう一生続けていけるようなことを見つけてですねそれをやるためにそれを目標としてこう。 あの行動を起こしてるんですけどもそのことによってですね人生が好転している良くなっていってるっていうのが実感できてるんですねでそれも全部自分が決めたんですね自分で考えて自分で決めてそれをやるそれをしただけですねそうすることによってですねすごくこう人生っていうのはこう好転していくんですよね好転していってるのがこう分かりますね。それが日,に日を追っていく たんびにこれは良くなっていってるなっていうのがすごくこう。実感できる状態になるんですね。だからその結構ね。そのシンプルなんですね。その世の中というか、そういうことっていうのは、もうシンプルでも自分が決めたことをそのやるということを決めるだけですよね。自分が決める自分がまずあの全てとは言わないですけど、自分で決めるっていうことを決めて、ほんで自分でやる。 でだから全部自分の自己責任ということですね、えー、他人のせいにするとかそういうんじゃなくてもう自分の責任自己責任で全部やるっていうことですねそうすることを決めることによってですねすごくこういい流れになるそれはいろいろありますよ。いろんなことはこう自分のところにこう出来事としてこう来るんですけどもそれでもやっぱり自分で決めたことをやるっていうことを やることによってですね絶対にそのいろんなことがいい方向にいい方向に向かっていくというふうに僕は感じていますということでね今日は自分で決めたことをやるということについてお話しさせていただきましたでは今日もヨッシャーでいきましょうどうもありがとうございます